いけ。うおー、当てた、すげえ。バリアチームとナイス玉チームに分かれる。バリアチームが4人同時にバリアを展開したら、ナイス玉チームの1人が後ろを向き、ナイス玉を貯めておく。その間、バリアチームは好きなバリアに潜伏をしておく。4人が同じ場所でもバラバラでも好きな場所で OK。5秒後に4つのバリアのうちの1つにナイス玉を投げる。潜伏していた敵はキルされたらバリアを置く係に徹する。それを4人目まで繰り返し、全員キルを取ることができたら、ナイス玉チームの勝利。逆に1人でも生き残ったらバリアチームの勝利。S のたるです。今回はね、ビビらないでナイス様というね、お遊びプライベートマッチ思いついたんで、そちらをね、紹介していこうと思います。よし、じゃあ実践編やっていきます。よし、勝つぞ。行くぞ。バリアチーム、お願いします。さあ、5秒後に投げるよ。さあ、この端っこ、行け。お、2人ゲッツ、ナイス、いいね。おい、これ勝てるぞ。ナイスセンス。で、こことここに持ったと。よしよしよし、幸先良好。じゃあ次行こう。よし、じゃあ2人目。さっきね、俺が2人キルしたんで、次頑張れよ。さあ、イノスさん行きましょうか。じゃあバリアチーム、お願いします。これね、俺隠れてる場所見えるんですよね。お、そこに隠れたか。さあ、頑張れ、いけ。お、あー、残念、そこにいませんでした。両端でした、隠れてんの。じゃあ3人目いこうか。よし、じゃあ猫3投目頑張ってくれ。さっきね、ちょっと0キルやったからね、今回は頼むぞ。そしたらバリアチーム、お願いします。俺も後ろ向いとこ。さあ猫、いけ、当てろ。どうや、のーっと、1人持っていった。あ、もう1人そこおったんか。いや、惜しいね。いや、次いけるぞ。いい勝負、めちゃくちゃいい勝負。じゃあ4人目いきます。よし、じゃあラスト YSD、 敵もね残り1人やから頼むぞ。当ててくれな。それではバリアチーム、お願いします。ショーレモ見んとこ。ナイスナイスナイス。さあ YSD、 いけ。うおー、当てた、すげえ。ナイス、お、ようやったな、すげえ。俺やったら端っこ投げてた。ナイスナイス、いいね。これね、結構面白いんで、ちょっとマリオパーティー、ほぼマリオパーティーからパクってんけど。みんなもね、ぜひやってみてくれ。ほな。